け戦の三笘薫のプレイに対する視聴者の反応。三笘対ウォーカー面白かった。ウォーカー改めてすごいわ。エースキラーとしてこの上ない選手。ブライトンのビルドアップとウォーカーの監視によってあまりよく発揮しきれなかったな。三笘があんまり仕掛けなかったからどっちがすごいかわかんなかったな。ディフェンスがいいとそもそも間合いが悪かったりして仕掛けられないんだよ。仕掛けさせないのがいいディフェンダー。仕掛けることすら許さないアタリア、ハリ世界一だと言われるのがわかるね。普通に三笘封殺してたやろ。リプレイ中に抜いた可能性あり。何個かいいプレイあったけどウォーカーに勝ったとは言えんな。三笘のハンド岡崎なら決めてたな。一人だけラグビーしてて草。渾身のタッチダウンだったな。アシストもゴールもあと一歩だったのに。三笘スルーパスも素晴らしいな。パスは相変わらずいいの差し込んでたな。数的優位をすぐさま作るシティの凄みを感じたな。シティ相手にガチンコに戦うブライトンおもろかったわ。ほぼ消化試合なのにこれはヤバかった。普通にクオリティが高すぎた。過密日程でもう疲れてるやろな。三笘のタスクできる控えないからずっと出てるもんな。